はい、エビ天というタイトルで星はじめが発表させていただきます。よろしくお願いします。はじめに自己紹介なんですけど、星はじめと言います。これ本名です。で、職業はソフトウェアエンジニアをやっております。で、仕事は、Go は全然やってなくてですね、C++ でですね、ゲームと無関係なものを書いていますと。で、まあ、仕事でやっぱ C++ 書いてるとやっぱ疲れてしまうというか、なんか Go 書きたくなってくるわけですね。そうするとやっぱ家帰って趣味で Go で、しかも自分の好きなゲームプログラミングをしていると、そういう状況ですと。で、ゲームプログラミングに関しては完全に自己流で、仕事で携わったことはほとんどありません。で、まあ、もともとなんかゲーム作りたかったんですけど、なんかゲーム作ってるうちにやっぱなんか基盤部分作りたくなっちゃって、で、ゲームライブラリ作りが楽しくなって、それが10年前かな。で、それがずっと続いていて、今にまともにゲームが作られないまま今に至っているという状況です。で、今日話すことについてなんですけども、エビ天という、僕が作った 2D ゲームライブラリの話をします。で、最初にエビ天がどういうものかという概要を話して、で、実際にエビ天を使ったゲームの実例を紹介します。で、3つ目に実装の話、主にどんな点で苦労したかについて話したいと思います。で、なんか一方的に話すと喋るの僕苦手なんで、質問はいつでもしてください、はい。で、まずエビ天の概要について説明させていただきます。で、エビ天というのは、GitHub に上がってるんですけども、極めてシンプルな 2D ゲームライブラリです。で、シンプルって言ってもなんかその否定量評価はすごい難しいんですけど、そのゲームライブラリごとによってまあ機能も違うんで何とも言えないんですけど、まあ、描画と入力の関数が合わせて大体50個ぐらいしかないので、まあ、十分小さいかなと思っております。で、マルチプラットフォーム でいろんなプラットフォームに対応させたんですけれども、デスクトップだと書いてある通り Windows、Mac、Linux、FreeBSD、 ブラウザだと Chrome、Safari、Firefox で動くのを確認しました。で、モバイルだと Android と iOS で動きますと。で、オープンソースなで、ライセンスは Apache ライセンス 2.0 を採用しました。で、機能なんですけども、割と描画に関しては単純な機能しかなくて、区形画像から区形画像への描画で基本的に何とかするというライブラリですと。で、その描画の際に、いろいろ指定できて、幾何行列や色行列とか、コンポジションとか指定できるというふうになってますと。で、入力に関しては、まあ、キーボードとかタッチとかいろんなのに対応してますと。で、音に関しては、一応デコーダーがあって、ウェブや MP3、OG などに対応しています。で、細かい話ですと、音の進行とゲームの進行が同期するようにできています。で、では実際のコードを見てみると、まあ、エビ天 .run っていうのがメイン関数の中にあって、これを見ると呼ばれてるんですけども、そこにアップデートっていう関数を渡していると。で、このアップデートっていう関数がマイフレーム、1秒間に60回ですね、呼ばれるというふうになっています。で、そのアップデート関数には引数スクリーンというのがあって、これは画面を表す区形画像なんですけど、このスクリーンに対して描画命令を発行することによって、画面にいろんなものが書かれるというふうになっています。で、エビ天は、シンプリシティを追求してですね、画像、ピングとかの画像とか、その画面を表すものとか、あとオフスクリーンとかが全部、エビ天 .image っていう構造体のポイントになっています。で、さっきの説明ちょっと繰り返しになっちゃうんですけども、区形画像から区形画像にこう描画する際に、幾何行列とか指定するんですけども、その幾何行列のアフィン変換行列といって、その平行移動とか拡大縮小とか回転とかの組み合わせを全部1個の行列で表すと。なので、なんか拡大率を指定したりとか回転したりとか、まあ、全部1個の API で、実現できています。なので、これ、迷いがない API だと思っております。で、一応、デモを見せたいと思います。こういう某ブロック落としゲームがあるんですけども、まあ、これを、エビ天のサンプルとしてあるので、これを動いているのを実際に見せたいと思います。あ、そっか、これブラウザか、そうか。ちょっと待ってください。ブラウザ上で動くのを見せたいんですけど、このプレゼン自体がブラウザで動いてるのに今気づいた。ちょっと待って、どうしたらいいんだ。終了。
こんな感じで、ちょっとあれ、いいですか。こんな感じでブラウザー上でこうゲームが動いてるんですけども、まあ、これはブラウザーでゲーム動いてるのを見ても、これは実際 JavaScript に書いたんじゃないのかを、まあ、思われるかもしれないんで、ちょっと本当にこれが Go で書かれていることを証明したいと思います。で、これを拡大。これ見えます？もうちょっと拡大した方がいいですか？もうちょっと。もうちょいですか？あと、草木で見えない。草木で見えない。草木で見えない。そうですか。このレベルっていう Go の関数があって、要するにこれが落とす速さを表しているわけですね。で、これ消した、今まで消した行数に比例したレベルを与えてるんですけども、例えばこれを100とかにしましょう。1000にしましょう。100にしましょう。そうするとどうなるかっていうと、これはローカルホストのサーバー側で自動的にJavaScript にコンパイルして更新するだけで反映されます。どうなるかというと、こうなると。まあ、実際 Go で書かれていて、実際 JavaScript に、まあ、サーバー側で変換されて、ブラウザで動くというこういうデモでした。はい、ありがとうございます。で、まあ、さっきのは簡単なゲームだったんですけど、実際にエビテンで作ったゲームについて紹介させていただきます。償いの時計っていう、あれ消えた？あ、はい。償いの時計っていうスマホゲームを僕と、あともう一人、DAIGO っていう人がいるんですけども、その人と共同で開発しました。で、これは実際に Android と iOS で動いていて、ストアで、ただでダウンロードできます。で、内容がちょっと驚々しいっていうか、なんかストーカーの男が人を殺すゲームなんですけど、いや人を殺すだけじゃ目的じゃなくて、人を殺しちゃったので何とかしようっていうゲームなんで、まあ、そういう意味ではポジティブなんですけど、Go でゲーム作って、そうストアにちゃんとアップして、それなりにダウンロードされましたと。で、これ割とおかげさまで好評で、ファミ通に、ゲームの紹介が、乗りました。で多分僕が認識している限りでは Go でゲームを作ってファミ通に乗った史上初めての例なんですよ。で多分唯一の例なんですね。で、なんか、今後もっとこういうの増えてほしいなと思っております。で、2017年8月現在で1万5000ダウンロード、まあ、そこそこダウンロードされたかなと思ってます。で、まあ、広告が地図入っていて、ヒント広告っていって、そのなんかゲームに行き詰まったら広告を見て、それで次何したらいいかっていうヒントが出るみたいなヒント広告というのを入れてるんですけども、まあ、それがメインで割とお金稼ぎになって、まあ、それなりにお小遣いにはなったかなと思っております。で、さっき償いの時計これどうやって実装したかっていう話なんですけども、まあ、エビテンが土台にあって、その上に RPG エンジンを Go で書きました。で、RPG エンジンを、まあ、Go4JS というものがあるんですけど、これを JavaScript に変換して、ブラウザ上で動かすと。で、ゲームエディターも、ウェブアプリとして書いて、で、そこでゲームエディターはそのゲームデータを JSON として吐くんですけれども、その JSON と RPG エンジンを組み合わせてテストプレイヤーをウェブアプリとして作りました。なので、テストプレイは全部ブラウザ上で行っております。で、実際まあこれである程度作った後に、RPG エンジン、Go で書かれた RPG エンジンを Go モバイルを使って、ネイティブのバイナリに変換しました。で、JSON データはそのままそれを組み合わせ使って、で、なんだ、Android Studio とか Xcode とかで普通のモバイルアプリとしてビルドして、ストアにアップロードしておりますと。はい。ここまで何か質問あります？大丈夫ですか？ない。はい。まあ、実例はこんな感じで、次はエビテンがどういう実装になっているかについて紹介させていただきます。で、描画なんですけども、描画はまあ普通に OpenGL を使っていて、まあ、エビテンはさっき言った通り、すごい単純な 2D ゲームライブラリなんですけども、まあ、それでもやっぱり GPU を使った方が圧倒的に速いので、単なる平面のポリゴンを使って描画、GPU を使って描画しています。で、デスクトップは普通に OpenGL と、あと GLFW っていう、その OpenGL を使うためのウィンドウとかを入力とかを提供するライブラリを使っています。で、ブラウザは WebGL を使っています。で、モバイルは OpenGL-ES を使っています。で、音なんですけども、まあ、これはいろいろあって、
歴史的経緯があって、音っていうライブラリを作ったんですね。で、音っていうのは どんなライブラリかっていうと、単に IO ライターを提供して、その IO ライターに対してそのバイト率を書くと音が鳴るというライブラリです。で、これは割とマルチプラットフォームに、ね、作りましたと。で他のゲームライブラリ、ファイフェイさんのなんかピクセルというゲームライブラリがあるんですけど、それに対応した音のライブラリの土台にも使われることになっておりますと。で、実装はデスクトップだと、まあ、Windows だとその低レベルなレイヤー、WinMM ってですね、それを叩いたりとか、OpenAL を使ったりとかしています。で、ブラウザーだと普通に Web オーディオを使ったりとか、あとモバイルもまあその似たような感じで、その環境の API を叩いて使っています。あとはデコーダーですね。音のデコーダーなんですけど、まあ、もともとオクとウェブしかなかったんですけども、MP3 に関してはなんと今年5月ぐらいに、まあ、特許問題がいろいろ解決して、まあ、なんかデコーダー作ってもなんか著作権料を取られないとかそういう状態になったので、せっかくなので作ることにしましたと。で、なんかフリーのパブリックドメインの MP3 デコーダー C のやつがあったので、それを Go に移植して使っていますと。で、MP3 の何がいいかっていうと、ブラウザーがそのネイティブでレコードできるのが MP3 ぐらいしかなくて、OG だと例えばサファリが対応してないので、Go の OG デコーダーを GoFireJS で変換して、それでブラウザー上で動かすみたいなことをしなきゃいけなくて、パフォーマンス的にいろいろ問題があったんですね。なので、まあ、MP3 は非常に欲しかったので、まあ、今回用意しましたと。で、MP3 はさっき言った通り僕が作ったデコーダーを使っていて、僕はどなたかが作ったデコーダーを使っていて、Web は、まあ、自費で実装しました。はい。今までが別にプラットフォームのまたがるその横断的な話で、これからは、デスクトップとブラウザとモバイルでそれぞれどんな実装をしたかについて解説します。で、さっき言った通りデスクトップはその GLFW っていうのを使ったんですね。で、GLFW は非常にいいライブラリで、これはマルチプラットフォームなんですよ。なので、何も苦労せずにエビデンもマルチプラットフォームになってハッピーだと。で、なんと FreeBSD も動くし、FreeBSD 以外の多分他の OpenBSD とかそういうのでも多分動きますと。で、なんだ。で、GLFW のさらにいいところは、GoGL スラッシュ GLFW っていう GoGet できるだけの、GoGet するだけで動くバインディングがあって、これは非常に役立っています。で、まあ問題があって、C5 を使わざるを得ないと。GLFW がその C で書かれているライブラリなので、あ、音鳴った。C5 を絶対使わなきゃいけないというのが今問題になっています。で、まあ、C5 を使う以上、GCC やC ランが必要であると。で、まあ、Windows が多分一番問題になっていて、Windows って結構 GCC とか用意するのが大変で、まあ、Windows だと多分 Ming というものかな、 Ming を使うのが、まあ、デファクトスタンダードだと思うんですね。ただ問題は Ming は公式サイトからインストールが非常に困難で、僕はインストールできなかったんですよ。なんか全然どっからバイナリー落としてきて何をしたらいいのか全然分からなくて、なので、まあ、その Ming をフォークしてそのパッケージにしてくれる TDMGCC っていうのがあって、これを僕は使っています。で、エビテンのウィキにもこれを使うようにというふうに書いています。で、まあ Mac の場合は C ランってコンソール上に書くと、 C ランがない場合はお前 C ラン入れろっていうふうになんと Mac が教えてくれるので、まあこれはこれで問題ないと。で、 Linux とかそういう人はまあ自分で何とかしてくださいって感じで、まあ何とかしてほしいですね。で、デスクトップに関しては、まあ、そんな GLFW のおかげでそんな問題にならなくて、まあ、C5 ぐらいになったんですけど、まあ、次はブラウザーの話です。で、ブラウザーはさっきから言ってる GoFireJS というプログラムを使いました。で、GoFireJS はどんなものかっていうと、Go を JavaScript に変換するソフトウェアですと。で、Go から任意の JavaScript 関数が呼べるので、これを使ってさっき言った WebGL とか、WebAudio とかそういうのを叩いてゲームを作っていますと。で、なんとこれ、すごいことね、Go ルーチンとか Go の機能は完全に動いていて、まあ、パフォーマンスは立ったとき完全に動いていて、まあこれはすごいなと。で、パフォーマンス良くなくて、なんでかっていうと、やっぱり Go の仕様をほぼ完全にエミュレートしているので、それなりにオーバーヘッドが大きいんですね。例えば配列のアクセスするときに Go と同じエラーを吐くように、全部境界チェック走ったりとか、そういうのがあるので、まあよろしくないと。はい、こんな感じです。
で、GoFAJS がまあ概念的にどういうものかと説明すると、左側が Go のプログラムで、右側がその出力結果の意味的に同じコードですね。で、左側は例えばドキュメントっていうオブジェクトをその js.global、これでその window オブジェクトがブラウザで取れるんですけど、これでドキュメントを取れると。で、そのドキュメントに対してその JavaScript の関数呼び出しをしたい場合は、コールという Go の関数を呼びます。そうすると出力結果は、その与えられた引数の文字列の関数を呼び出すことになると。で、引数としてはクリックっていう文字列が与えられてるんですけども、これはそのまま素直に JavaScript のクリックという文字列になります。で、これすごいんですけど、Go の関数を与えると、なんと JavaScript でちゃんとコールバックになるんですね。なので、うん。ほぼ素直にその Go で JavaScript の API を叩くと、大体そのまま動くという感じになっています。で、まあ、さっき言った通り、まあ、Go の機能はそのまま動いてとってもいいんですけど、まあ、パフォーマンスがいろいろ問題で、まあ、頑張ったこととしては、まず最初にプロファイルを取ると。で、これ、プロファイルは意外なことにですね、デスクトップとモバイルとブラウザの中で、一番ブラウザがプロファイルがやりやすくて、なんでかっていうと、Chrome がプロファイルツールがすごく充実してるからですね。なので、プロファイル取ること自体は、まあ、そんなに苦労しなかったです。で、まあ、やっぱり、他の環境と違ったいろいろなバッドノウハウがいろいろありまして、例えばコピーを避ける。Go だと、まあ、構造体のポイントは使わないで普通にコピーとかよくやるんですけども、それを JavaScript でやろうとすると、そのメンバー変数をいちいちなんか一生懸命コピーしようとする無駄なコードが走って非常に重いと。で、これはなるべくコピーを避けるという、避けた方が良いと思いました。あ、これ場合によってその Go はコピーをした方が早い場合というのがあって、まあ、それはケースバイケースなんですけど、で、あとはロックチャンネル5ルーチンを避けるというのがあって、これなんでかというと、まあ、ロックとか5ルーチンとか、まあ、強引に割とエミュレートしていて、なんかそんな、ね、コンテキストスイッチとかもいろいろ頑張ってるんですけども、なんかタイミング呼ばれるタイミングが悪いとセットタイムアウトで関数呼び出し0っていうのが呼ばれて、そのゲームにとっては割と致命的なんですね。ゲームはそのマイフレーム、そのリクエストアニメーションフレームでこう呼ばれてほしいのに、それに別のスケジューリングが走って、それでなんかパフォーマンスが落ちるみたいなことがあるので、まあ、なるべくゴルチンは避けると。あとデファーは避ける。デファーは実はこれ GoFAJS とか関係なくもともと遅くて、まあ、プロファイル取ったら25倍ぐらい遅いことが分かりました。で、まあ、JavaScript だとまあそれそのまま遅いんですけども、まあよくプロファイルに現れてくるので避けた方が良いと思いました。あとリフレクションを避ける、エンコーディング JSON とかですね。で、償いの時計っていうさっき僕たちが作ったゲームは、まあ、JSON のゲームデータをコード JSON を使って解析パースしたんですけども、まあ、それを避けて、まあ、メッセージパックに変更しようとしています。で、GoFAJS の状況なんですけども、まあ、Go の機能はだいたい動くと言いましたけど、実はまだまだ不安定でですね、まあ、今年の6月になっても未だになんか割と基本的なバグがあったりとかして、まあ、ちょくちょく報告しています。で、これ僕が発見したバグの一部で、例えば一つ目はなんだ、コンプレックス128をマップのキーにするとバグるっていうのがあって、まあ、まさか、連想配列のキーに複素数入れたら、まあ、なんかおかしなこと起きるんじゃないかなと思ってやってみたら、まあ、実際おかしなことが起きたと。ので、喜んで報告しました。で、あとは、uint の使ったヘシフト演算おかしい。大なり大なりの、右側に定数じゃなくて uint の変数を使うと結果が0になるというバグがあって、それを直してもらいました。あとは、文字列のインデックスがアウトオブインデックスを起こさないとか。あと最後に、カッコ A 引く B カッコ閉じ割る C が A 引く B 割る C になってしまうという割と致命的なバグがあって、これを僕は直して修正しました。なので、これを、あ、で、僕は修正したので、これでコントリビューターになりました。はい、続いてはモバイルの話です。まあ、モバイルがそのデスクトップとブラウザーに今までこうそういう順番で実装してきたんですけど、モバイルが本当に一番難しくて、いろんな罠にはまりました。で、モバイルはどうやって実現しているかというと、まあ、Go モバイルという公式ツールがありますので、それを使いましたと。で、Go モバイルというのは、Android、iOS 向けに Go プログラムをコンパイルするツール群ですと。で、大きく分けて2つのモードがあって、Go モバイルビルドというアプリケーションを作るモードと、Go モバイルバインドという、動的ライブラリを作るモードの2つがありますと。で、
でそれぞれ利点欠点があって、ゴーマンワイルドビルドは非常にあのそのままアプリが作れるんで非常に楽なんですけれども、まあ欠点としては融通が効かないと。でアプリができたとして、じゃあこれをなんかストアに入れアップしたいっていう時に一番困るのは署名をどうやって入れるかで、まあ、強引に署名を入れる方もいらっしゃったんですけど、てんてんさんがそうですよね。あ、そうですよね。はい、まあ、なんかいろいろ工夫してできるんですけども、あとは例えば僕たちの場合は広告が必須要件だったんで、まあ、広告入れたいとなると多分もう不可能なんですよね。なのでこれは諦めました。で我々が採用したのがもう一つ目の Go モバイルバインドってやつで、これは動的もライバルを吐くと。でこれのあ、これ利点と欠点逆じゃんこれ下逆ですね、ごめんなさい。Go モバイルバインドは欠点がめんどくさいと。 Go だけじゃアプリが完結しなくて、それを使うそのメイン側が Java や Objective-C で書かなきゃいけないというのが欠点で、で利点としては融通が効く。そのやっぱり Java とかで広告出したりとか、まあ例えばテキストボックス出したりとか、まあ、いろんなことができるのでユーザーが聞くというのが利点ですと。で、あ、そうですね、さっきざっとした説明したことで、まあ、Go モバイルビルドはユーザーが聞かないけど、Go モバイルバインドはユーザーが聞くので、我々は Go モバイルバインドを採用しました。で、実装で苦労したことなんですけども、まあ、切り分けが困難なバグがたくさん発生すると。で、僕、実はその Android のプログラムを本格的に始めたのは、これが初めてで、そのもう問題がいや僕が悪いのか、それとも Go が悪いのか、それとも他のが悪いのかっていうのはちょっと切り分け非常に苦労しました。まあ、エビ天が悪かったりするかもしれないし、 Go モバイルが悪かったりするかもしれないし、 Go そのものが悪いかもしれないし、またはそのデバイスの GPU が悪いかもしれない。で実はこれそれぞれ全部悪かったんですけどまあそういうことがありました。であとはコンテキストロスト問題、デスクトップはまあ発生しなくて、でそのなんだモバイル上の OpenGL ES アプリってコンテキストロストっていうのが発生するんですね。でそれが発生すると何が起きるかというと、 GPU 上のデータが全部消えると。で、プログラムで全部その画像とか作り直さなきゃいけないんですよ。で Android とかだとアプリケーションを切り替えるだけでコンテキストロストが発生するので、アプリが落ちるという問題がありました。で、エビテンはこの実装を始める前はですね、全然考慮しなくて、それについて考える必要がありましたという話です。あとは、まあ、パフォーマンスチューニングの話ですね。で、まあ今までハマっていろんなバグを紹介していきたいと思います。まず OpenGL の使い方の問題で、これは最初が定数初期化ボミスですね。でこれはどちらかというとエビテンが悪かったんですけども、まあ、画面が真っ暗なままで何が悪いのか全然わからないと。で、OpenGL も何のエラーも教えてくれないし、とても辛い。で、まあ、コードを一個一個こう読んでいったら、まあ、分かったんでよかったんですけども、まあ、結局最終的な解決は根性によるものでしたと。あとは、もう一つ目が、GL Text Sub Image 2D が Android 上でなぜか動かないというのがあって、その直前かなんかで GL フラッシュを呼ぶとなぜか動くと。で、僕はこれ、なんか GL フラッシュを呼ぶとなぜか動くシリーズって呼んでて、まあ、こういうのが2、3件あるんですよね。それデバイスごとに挙動が微妙に違うんですけど、まあ、それ発見次第になそうやって潰していく感じですね。あとは最後は、iOS の描画先フレームバッファー非ゼロ、フレームバッファーっていう要するに描画先の何かっていうのが OpenGL にあって、まあ、iOS 以外は全部ゼロなんですよ。でそれを前提にプログラムを組んでいたので、iOS になって画面が真っ暗で、しかも何のエラーも言ってくんない。で、ドキュメント読んだら、それゼロじゃないって書いてあって、まあ、それ修正したんですけども、まあ、これも、割とハマりました。あとは GPU の挙動の違いですね。GLSL っていうその GPU 上で動くプログラムがあるんですけども、まあ、この MAT4 型、行列を表す型は実はイコールイコール比較できない。で、これはデスクトップとブラウザと Android で今まで全く引っかからなかったのに、iOS でなぜか初めて引っかかるみたいなことがありました。あとは、あ、これなんか全然 Go 関係ないですね。まあいいや。あとはゼロ状態、もうこれも同じ感じでした。あとはなんだ、Kindle Fire でクラッシュするっていうのが今月に報告されていて、てか Kindle Fire でエビテン使う人いるんだって感じなんですけど、まあこれは GPU のほんの微妙なそのなんだ移植性が悪かった問題だったんで、まあすぐ治りました。あとは Go モバイルにバグがあったと。GL 関数の引数が間違っていたっていうのがあって、これは報告して直しましたっていうのと、あとは細かい話ですと、イント型が Go モバイルバインドで32ビットとして Objective-C にバインドされてしまうっていう問題があって、まあ、イント型っていうのは64ビットになってほしくて、
まあ、確かなんかバグに踏んだのかな。で、まあ、これも報告して直してもらいましたと。これ、一番今まで発見して強烈だったのが Go のバグで、ARM32 ビットで100が1よりも小さくなるっていうバグがあって、でこれは何事かと、あ、そう、そもそもそのこれを発見する前に、なんかこの Android で動くと描画がおかしいんだけどって、確かにありえない描画をしていて、でいろいろこうミニマイズしていったら、あの100が1より小さいという条件があったと。でこれはどういう条件で発生するかっていうと、イントからフロート32のキャストを16回連続で使うとレジスタの使い方がバグるっていうバグがあって、でこれは 1.8.0 リリース後に発見して、僕が報告して、で 1.8.1 に緊急パッチ当てられて直りましたと。であとは Go モバイルバインド由来のエビテンダバグ、あ、そう、これも結構罠で、そう、Go モバイルバインドっていうのはその動的ライブラリを吐くんですよ。で動的ライブラリ、 Go における動的ライブラリっていうのは、まあいろいろ僕は不慣れだったんですけども、まあ、謎のタイミングでイニットが発動して死ぬっていうことがあって、で僕の期待としては、その何らか、Java 側からかグローバル変数をなんか初期化して、でメインが生まれる直前にイニットを呼んで、でそれでメインが呼ばれるっていう順序を期待していたんですけども、なんか突拍子もないところでイニットが呼ばれて死ぬっていうバグがあって、でこれは何でかなって調べたら、 Go で作った動的ライブラリって、そのメインに関係なく、なんか関数を呼んだ瞬間にその直前に必ずイニットが呼ばれるっていう、そういう仕様になっていて、まあ、よくよく考えたら当然なんですけども、まあ、これ発見にすごい苦労しましたと。で、まあ、得られた教訓としては、期待したタイミングでイニットが呼ばれることを期待してはいけないということです。はい、あとはコンテキストロストの話ですね。さっき言った通り、 OpenGL ES というのはコンテキストロストを起こすと。実は WebGL でもコンテキストロストを起こるんですけれども、まあ、デスクトップで起きるのは非常にレアなので全然気がつきませんでした。で困ったことに、エビテンのイメージのピクセルデータは GPU 上にしかなくてですね、コンテキストロストを起こすと必ず死んでたんですね。で、まあ、さっき言った通り、アプリを切り替えるだけで死ぬし、電源を落とすだけで死ぬと。でまあ、2つ大きく分けて解決策があって、A 案がユーザーにイメージを作り直させる。コンテキストロストが起きたよっていうふうに何らかの形でユーザーに通知させて、プログラムが頑張る、ユーザーの側のプログラムが頑張るっていう方法が1つがあったんですけども、まあ、これはエビテンの実装がサボれるというのが利点なんですけども、まあ、欠点はユーザーに負担を強いるし、まあ今まで動いたプログラムがモバイルで動かないという意味では、互換性を破壊するので良くない。でB 案が、エビテンが頑張って自動復帰させるというもので、まあ、利点はユーザーに優しい。で欠点としては、エビテンの実装複雑化、あとはその復活させるための情報をいちいちこう保存しなきゃいけないので、パフォーマンスがオーバーヘッドがあるので、パフォーマンスが悪化するという問題がありました。で、まあ最終的に B を採用してですね、まあ、幸いなことにエビテンの描画 API は非常に単純で、まあ、描画命令をなるべく記録しておくって言っても、まあ、そんなに種類はなくて、記録しておいて、でコンテキストロストが起きたら、その描画命令を全部再現するということをしましたと。で、でもおかげさまで、エビテンユーザーは一切コンテキストロストを気にする必要はなく、ゲームをかけるようになりました。あとはパフォーマンスチューニングですね。これもえらく苦労したんですけども、Android について、そのネイティブバイナーについては、その僕の知識の範囲では、ツールがあまり役に立たないんですね。なので、プリント LN で何とかするということをしましたと。で、あと、Android の問題として、測定結果が不安定っていうのがあって、その、デバイスに電源を挿すか挿さないかで倍ぐらい速度が違ったりとか、なんか、機嫌によって違ったりとかするんですね。なので、非常に苦労しましたと。で、まあ、大雑把にやったこととしては、絶対時間ではなく相対時間を取るって書いてあるんですけども、まあ、ある、この関数が遅いのかどうかっていうのを確かめるときに、その関数の前後と、あともう1点、3地点で時刻を取り、その割その差じゃなくて、その割合で、その関数が遅いかどうかを確認しました。で、まあ、その手末については、キータに記事に書いたので、それを後で参照してくださいと。という感じです。で、iOS に関しては、その、まあ、もともとその C というか、オブジェクト C の世界なので、2がまあ割と役に立ったので、まあ、だいぶ楽でしたと。で、まあ、これ共通していることなんですけど、結局どういうことに気をつけたかというと、まあ、ドローコール、まあ、OpenGL の関数呼び出しをなるべく減らすということをしました。まあ、GPU にやっぱりなんかアクセスするっていうのが一番重いので、それを減らすことでパフォーマンスチューニングを行いましたと。
これはまあ一般的な OpenGL プログラミングと同じだと思います。で、まあ、終わりに。一般的に Go でゲームを作るのはどうなのかって話なんですけども、まあ、Go だからといってまあ極端に良くなったりとか悪くなったりとかはまあしないんで、まあ、最終的にまあぶっちゃけて言うと好みの問題かなと思います。まあ、僕は Go が大好きなんで最高なんですけど、であとよく聞かれるのがなんか GC が問題になるかっていう話がよく聞かれるんですけども、まあ、僕の答えは分からんと。なんでかっていうと僕たちが作ったゲームってそこまでそのヘビーにオブジェクトを作ったりするゲームじゃないんで GC の性能ってのは今のところ全然問題になってないんですね。まあ、問題になってないというか常にまあ 60fps は余裕で出てるので何の問題もなってないと。でまあそんな感じで、この質問に関してはちょっとわからんとしか答えられないです。でまああとは Go のゲームについてなんですけども、まあ、明らかに Go で作られたゲームってのは世の中に全然なくてですね、ちょっと前まで去年ぐらい前までそのゲームライブラリの数の方が実際ゲームよりも多くてみんなゲームライブラリを作りたがってるんじゃないかっていう感じでしたね。でまあ、ゲームライブラリもそんなに多くないのにただでさえそのライブラリも多くないのにその作ってできてくるゲームが全然なかったと。 でも、まあ、今年に入ってからなんか Go のゲームジャムとか開かれるのって、まあ、徐々に増えてきたような感じがします。とはいえまだまだ数が足りないと思っております。でまとめです。でエビテンというのはシンプルな 2D ゲームライブラリで、実アプリ例として償いの時計を紹介させていただきました。で実装としてはデスクトップは GLFW を使うと。で C5 が必要であると。でブラウザは GoFarJS という JavaScript に変換するソフトウェアを使いました。でモバイルについては Go モバイルバインドを使いました。実装にとても苦労しました。で、まあ、Go ので作られたゲームが増えたらいいなと思っております。以上です。ありがとうございました。